はい、こんにちは。こんにちは。おはこんばんちくわ。何それおはこんばんちょもららてです。どうも、いでくるぶしです。はい、こんな感じですね。始まりましたね。はい、もうええやろ、謝らんでも一発目ね、あんなんあんだけ謝ったもうええやろここから何やってももうね、大丈夫。いや、全然大丈夫やろ、無法地帯だからでもさ、うん、まあ一発目でね、ちょっと紹介、まあ変な紹介の仕方になっちゃったけどな。ちょっとね、ちょっとね、まあね、問題ありそうな感じがいや、まあ、いいんじゃない。まあ、まあいいよ、うん、本当に、ももちゃんごめんねももちゃん、俺アイドルの時から好きやからね俺見たことなかったけどあれ、ビビはビビビビちゃんいたねいや、だって俺、ほんまに当時めちゃくちゃアイドルに参加したかったもんね。そうそうそう。ほんで、あ、そう。そう、俺ももちゃんいた時に参加したくて、うん、で俺はももちゃんと帰りたかったもん当時やっぱ。あ、好きだったのね。好きだった、好きだった。あ、そうなんだ。ごめんね、なんか。いや、全然全然。あれやろうっつったら武士やからね。ああ、まあまあまあ。ちょっと拝見しました。いや、まあ、面白い。カバさせて。いや、頑張って次の動画とか上げてほしいけどね。ねえ。ね、待ってるよ。待ってる待ってる。やめましょう、これ。頑張れ。頑張れよ。頑張れよ。YouTube といえば、やっぱみんなね、なんかその YouTube での呼び名みたいな。まあ、我々の、そうだね、あれはさ、チョモララっていでくるぶしっていうのは、うん、言うてそのシンガーソングライターとしての名前やんか。そうだね。うんうん。だからなんかその YouTube での名前みたいなやつ あってもいいかもね。いや、絶対いいと思う。ほんまにほんまに。だから、決めていく、この動画でちょっと名前決めていきましょうか。あ、いいですね。うん、いい企画。いや、ほんまに、うんうん、だってそういうの考えるうまい。あー、まあでも不得意な方ではないかも。いや、うまいよ。いや、天才だもん、ほんまに。そうかな。うん、いいんじゃない。ちょっとなんかバンバン出していこうよ。ああ、うん、なんかちょうだい。俺名前どんなのがいい。ちょっとね、中性的なイメージがあるのよ。まあ綺麗な顔してるし、なんだろう、権田森生とか前振り全然関係ないよだからなんかそのギャップギャップがやっぱり、あとはそうだな、なんかやっぱり打ってくる名前の方がいいよね、なんか、うん、まあありがとう。山田通天閣大阪出身だし。違う、そうだちょっと待って、一回ちょっと、ほんなら、うん、それで一回挨拶してみよう。ああ、いい、いい。はい、こんにちは。こんにちは。はい、どうも。山田通天閣です。それ完全に、脂肪の話やで、それ。通天閣、あかんよ、それ。あかんか。そうやな、あかんな。故郷は大事に。バンされるな。バンされる。危ない、危ない、危ない。俺とかもやっぱり、うん、太ってるからこう「田町糖質オフ」とかなんかないの俺につけてよ。田町糖質オフに勝てるやつがもう思いつかへんわなんかそういうの欲しいわ。なんなん田町糖質オフって。それとかあとなんだろうな、フロントホックマサオとかいいじゃん俺結構さ、うん、女の子でフロントホックだったりすると、あ、なんかこの子普通の人と違う感性を持ってるんだな。見たことないフロントホック俺。あ、マジで。うん、そうか、ここからこう、あ、そうそう、ここからもうあれだもん、うん、へえ、ファミネーターやねえ、まろちゃん。まろちゃんはこの話聞かないでおきましょうね。聞かないでおきましょうねで、チョモララテっていうのはまあ、どういう名前でつけたんですか。これ話すめちゃくちゃ長くなるから。あ、じゃあいいわ。やめろ。うん、そらず。この YouTube でな。もう俺あんまり長い動画好きじゃないからね。あ、なるほどね。ここで俺が2時間喋れるよ。2時間。2時間喋れるけど、やっぱ良くないよね。まあそうだね。2時間誰がそんなんこれずっと見続けんねんって話やる。すぐ好きな YouTuber とか行くよ。ちなみに YouTube とか、 YouTube 最近やっぱね、なんかその去年からさ、武士、うん、とやろうぜみたいな話になってからよくいろんな人を見るようになったけど、やっぱ最近すごい変わってきたよね、うん、っていうのはなんか作り方とかがやっぱ、うん、いろんな人の変わってきた変わってきた変わってきた、うん、YouTube もなんかどんどんなんかテレビっぽくなってきてる。あ、うん、みんな予告もつけ出したしな。ああ、うん、なんか俺らも予告つけていこうぜいや、そこまでチョモみたいに勉強してこなかったから。そっか、もうインフレなんすかねこれは。かな。まあでも
何の話なんだろうね。いや、名前を決めようぜみたいな。そう。いや、ブッシーの名前な。いや、でも俺はブッシーって呼ん、イデクルムシやから俺はブッシーってずっと呼んじゃってるからな。うん、僕、クルムシっていうのはもともとその、彼女のクルムシにまあいろいろかけちゃったことがあってっていう話なんですけど。ちょっとそれ詳しく聞かせてくれ。これ 2時間くらいかかる。じゃあやめとこう。じゃあやめとこう。まあ、投資豆腐いいと思うけどな。まあ、ただ長いな、まあね、田町投資豆腐確かにな、うん、田町行ったことねえしな、俺全然詐欺の名前あかんかったな、あかんやつやったな、結局あの、山田通天閣も長いなそっか、うん、ええんちゃう入れくるぶしとチョモララテでいいか、もうだって2人ともまあちょっとな、若干パンチある名前やし、まあそうだね、チョモララだって、うん、おしゃれボサノバ系のミュージシャンかと思ってお会いしたら爆弾男だ爆弾男やったから、いや、あれおもろいわ、最初俺のこと嫌いやったっていう話めっちゃおもろいわ、ね、悪いイメージというか嫌なイメージではないけど、下から上に上がった時 の, あの好感度の良さっていうのは本当に強いもんで、あのめちゃくちゃいいやつやんみたいなあの時の俺に教えてあげたいっていうそっからね、いつも俺マイナスからもういつも俺いつもそうやねん、でもね、最終的に嫌いになるやついなそうだけどね、まあでもやっぱ世間は広いからさ、まあね、こうやって YouTube やってたらね、アンチの人とかもね、きっといつかは出てくるでしょうけど、上等じゃん本当やむしろいっぱい叩いてくれ低評価いってますド M なんだよ、僕は。そうそうそう、ほんまに。普通の人やったらね、やっぱね、あの、グッドボタンと、チャンネル登録よろしくお願いします、みたいな感じやけどね。もう、見ない方がいいよ。そうそうそう。低評価で。低評価バンバン押してくれ。え、名前どうしようか、じゃあ。むちょまとくるぶしでいいんじゃない？いや、そうやね。二人の名前は、コンビ名というか。フロントホックマサオでいいんじゃないマサオフロントホックマサオコンビ名フロントホックマサオかわいいわ、じゃあ、我々これからフロントホックマサオの、はいはい、フロントホックマサオのチョモと、はい、くるぶしで、これからちょこちょこ YouTube 配信していきますので、これからぜひぜひ絶対見ないでくださいでもチャンネル登録はしてね、チャンネル登録はね、チャンネル登録はしてね、よろしくお願いします、よろしくね、それでは、また次の動画でお会いしましょうバイバーイ、バイバーイ。元カノのあかねは7月生まれだし